演舞いただきましたのは、日本にいる変面天王と呼ばれている方、享保さんでございます。まずは本日皆さんのご来場誠にありがとうございます。変面所の開始時間、まずはですね、簡単な変面について紹介をさせていただきたいと思います。変面とは何ですか？中国には現在300種以上の伝統芸劇があります。中国四川省に伝わる戦劇の中の一つで ございますが、皆さんのご存知かもしれませんですけれども、変面は一瞬にして面を変える演劇でございます。中国国内で文化遺産登録、そして国家一級機密として守られております。そしてその技術の高さや面白さから、今では戦劇の中だだけではなく独立して披露されていることも増えてきました。それでは皆さん、最大の拍手で変面王の享保さんを迎えてください。Bye.
大战战胜九元大会之战的响。
晴らしい。皆さんどうぞもう一回大きな拍手を。変名も素晴らしいですね。先ほどですね、京子さんからまだですね、アンコールはどうかなっていう感じを聞きまして、皆さんどうですか、アンコールいりますか。アンコール、はい、アンコール、はい、アンコール。ありがとうございます。もう寒い中ですね、僕の皆さんもここで集まっていただきまして誠にありがとうございます。それではじゃあ京さん、あのアンコールの声もいっぱいありましたのでお願いできますか。で、面の一つ一つですね、あの気の外国語を表すという表情ですね、皆さんぜひ拍手と一緒に手拍子お願いいたします。それではアンコールの変面を、はい、もう一回。のためにわざわざ長崎から来ております。で、少しはですね、変面の記念品も、戻きますので、ね、皆さんどうぞ下手のステージの方ですね、下手の方の後ろの白い、テントの方に少し置いておりますので、皆さんどうぞまだ見てみていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きましてはメイさんの歌です。どうぞお願いします。